誠に息を吹き返したのですね。竜韻の力、この目でしかと見ることになるとは。何者だ。エマと言います。去るお方に仕えるクス氏です。去るお方とは。すみませぬが、主の命にて明かせません。ただあなたを助けよと、そう仰せつかっています。うん。信用しろとは言いません。ですが、私は主の命を果たさねばならぬのです。あなたが持っている薬水の瓢箪、それはもともと私が作り上げたものです。クス氏として助けとなりましょう。この瓢箪、お主が作ったというのか。はい。元は九郎様のためにあなたが譲り受けていたのですね。気づいているかもしれませんが、この瓢箪の薬水はおのずと湧き出します。尽きたとて、少し休めばまた満ちるでしょう。クス氏としての助けとは。瓢箪の種をお持ちください。種だと。はい。薬水は瓢箪の種より湧き出します。新たな種を加えれば薬水の傘が増すでしょう。手に入れたら持ってきてください。わかった。一つ頼みがあります。なんだ。少し顔を見せてください。何。うん。白いあざ、これは生まれつきですか。いや。ならば流飲を受けた者に現れるということか。あるいは兆しか。もう良いか。ああ、十分です。無礼をしました。すみませぬ。白いあざは生まれつきではない。ならば流飲を受けた者に現れる。あるいは、うん。では、ま。見ぬ顔だな。そこもと、名は。名乗られぬか。だが腕ある忍びとお見受けした。忍びの技ならば、あるいは。そこもとよ、ぜひそれがしと立ち会ってもらおう。死なぬわな。そこもとの立ち筋、
見事なものであった。それがしをかように従前に殺した者そうはおらぬ。お主は何だ。死なず、あるいは虫付きと呼ぶ者もおるな。死ねぬのでただここにおるのだ。そこもとはこのような荒れ寺で何よ。随分と眉間にシワが寄っておる。そこもとよ、それがしを使い刀の修練をせぬか。お主の使命を果たすために死ねぬ体ゆえ幾度でも切られてやれるぞ。どうじゃ。承知した。よし、ではやろう。刀を振らば気も紛れるというもの。また来るがい。そこもとの技の試しいくらでも受けようぞ。
狼よ、我が血と共に生きてくれ。この戦、果たして勝てるものかのう。どうにも悪い予感がするのじゃ。何の弱気なことを。両親とはいえ、一心様はご健在、源一郎様の弓も見事なものじゃ。加えて、鬼行部様もおるではないか。おう、鬼は行部正隆様か。確かにあのお方と鬼影が共にあれば、大手門が抜かれるなど考えられぬわ。
うん。変わったことがあったのですか。ああ。どのような。俺はひとたび死んだ。だが巫女様の声が聞こえ、気づけば再び生きていた。ひとたび死に、今再び生きているならば、それは改姓でしょう。改姓。クロー様の流飲の巫女の力と言われています。改姓の力を与えられた者は死してなお蘇る、幾度でも。バカな。はい、おかしなことです。ですが現に起きている。また変わったことがあれば知らせてください。改姓の力が何も見返りを求めぬとは思えぬのです。狼殿、よく参ら。氷炭の種とはこれか。はい、それをこちらに。種を氷炭に植え付けます。よし、これで薬水の傘が増すでしょう。妙な薬だ。妙ですか。うん、悪い気はしません。貢献があれば奇妙と思うことでも勇んですべし。それが我が師道元の教えですので。そうか。ひょうたんの種を見つけたならばまた持ってきてください。薬水のかさ増しをしましょう。では。手に入れた。任務か。ああ。忍び騎手は騎馬じゃというたが、任務を仕込むことでその騎馬は形を変えることができるようになる。叩き立てならば打ち砕き、素早き敵ならば仕留め撃つ。仕込んだ任務が増えるだけ敵を殺す術も増えるじゃろう。殺す相手なりの殺し方を持つ。そういうことじゃ。随分と詳しい。いかんな。いつまでも血生臭いことを言うておるから、仏の顔も鬼になるのよ。どれ貸してみろ。わしが任務を仕込んでやろう。そこにある優しい顔の仏様、そいつには妙な真似をするなよ。
Mm-hmm.